一方こちらは和歌山県串本町。ここには近畿大学が育てる通称近大マグロの養殖場があります。この養殖場で今年3月、近畿大学と NTT ドコモが共同で実証実験を行いました。はい、ストップ。そちら大阪側でこのドローンの映像が配信されてますでしょうか。はい、今A のドローンですね、丸1のドローン、街に映っています。東大阪にある近畿大学のキャンパスから近大マグロの養殖場までおよそ130キロ。ドコモ回線としては初となる商用の 5G を利用した水中ドローンを遠隔操作する実験です。近畿大学ではダイバーが生けすに潜り、マグロの品質管理や死んだマグロの回収などを行ってきましたが、ダイバーの負担の多さや人員不足が大きな問題となっています。その負担を軽減すべく、水中ドローンが撮った映像をリアルタイムで送り、生けす内を観察、死んだマグロを想定した模型の回収も遠隔で水中ドローンが行いました。現場の作業はちょっとダイバーとかの負担が減るという、それが将来できたらいいなと。